毎度フォトグラファーの本田圭太です。今回のね動画なんですけれども、写真を撮るときに何を使って撮ったらいいのっていうね、ちょっとお話をねしてみたいかなと思います。内容としてはね、それちょっとね雑談的な感じにはなるんですけれども、でいろんな写真を写し出すね機器ってたくさんありますよね。まあもちろんカメラっていうのもあるし、一応ね今はねスマートフォンっていうのも非常に発達しているので、皆さんもね写真を撮る機会、そしてまあ写真をシェアするというか、まあ見てもらう機会ってねすごくあるんじゃないかなと僕思ってるんですよね。でまあ結局はね、まあ仕事でも写真、まあもちろん仕事で写真を撮っていると。でまあもうとにかく写真が大好きだと、そしてまあカメラも好きだっていうところで、やっぱね写真表現といったところで、でまあどんなカメラを使って写真って撮るのがねいいのかなとかって思って、まあね結局いろいろ手元にあるような感じにはなるんですけれども、まあ例えばねこういったスマートフォンですよね。まあ iPhone の何だかな、俺のやつは何だっけ、僕のやつは何だっけな、iPhone の8 Plus かなっていう感じでね、まあレンズがまあ今ね11とかだと3つついてるけど、これ2つのやつね、なんか何だっけ、28mm と、まあ、50mm ぐらいのレンズなのかながついてると。まあこれもねもちろんその連絡手段として使うツールだけれども、まあ写真を撮るっていうツールとしてもね十分に役立つと。そしてまあ撮ってすぐアップできるっていうメリット、そしてまあ常にね持ち歩いてるっていうねところですよね。iPhone ね、本当にでも写りも綺麗だし、まあね、アプリもいっぱいあって、なんかね、面白いことがいっぱいありますよね。まあ、ただね、やっぱこういったレンズがやっぱちっちゃいとか、まあ、もうね、いろいろあったりはするんですけれども、まあ、とにかくまあ、便利で、常に持ってる。まあ、機械損失がね、あんまりないっていう感じですよね。ただ、でも僕はですけども、やっぱりその写真って、ね、まあ一眼レフが一番使うので、まあ撮ってるとやっぱファインダー覗いて、まあカシャッと撮るっていう感じにはなるので、なんだろうな、その時の自分のこう表現したいっていうのが、まあなんだろうな、まあこういった液晶で、まあどんな写真が写るかっていうのがね、具体的に写りすぎると、逆になんかね、迷ったりするというか、そういったね、印象があるんですよね。まあなんかこう、まあ撮りはね、撮ると、なんか、本当に、こういう風に、なんだろうな、自分の目に映ってるような感じで、なんか映っちゃって、なんか写真の面白みがね、なんだろうな、僕的には、その、モチベーション的には、なんかあんまり上がらないのかなっていう。なんで、普段はね、あんまり正直ね、iPhone じゃ撮らないですかね。あとは、まあ、データの管理が、やっぱり、その、ね、カメラで撮ってハードディスクにバックアップしてっていう、ね、日付ごとにやったりとか、まあ、カテゴリーとかに、ね、分けて、まあ、Lightroom 普段使ってるのでそこでカテゴリー分けたりとかするんですけど、 iPhone でもねその Lightroom とか入ってるんですけど、やっぱその写真の管理がしにくいというか、ね、普段から撮っててもその写真がねやっぱどうしても埋もれてしまうようなね、そんな感じがあって、僕個人ですよ。別に iPhone が悪いって言ってるわけじゃないんですけども、僕個人としてはあんまり iPhone ってね、実はね、使わないですかね。普段写真もあんまり撮らないから。なんか資料のね、なんかこう、見せたりとか、するために、写真撮って、ちょっと共有したりとかってするぐらいな感じですね。あんまり僕自身は使わないのかな、iPhone って。まあでもね、確かにその、一般の人からすると すごい、いや一般の人というか、なんだろう、ね、すごく身近にあるものなので、よりね、人と写真っていうのをね近づけたツールですよね、このスマートフォンのカメラっていうので。今ね、そのインスタとかね、Facebook、Twitter とかっていうのもね、ガンガン写真の方もね、もう撮ってすぐ写せる、撮ってすぐ共有できるっていうのがね、本当にすごいですよね。もう即なんだろう、情報として出せるっていうね、本当にねすごい時代になったなと思いますよね。はい、こんな感じかな、 iPhone は。で次はこれか、こういう感じね。これですね、実は友人から借りてるんですけど、これリコーの GR ね、これコンパクトデジタルカメラね、
イメージセンサーはこれ、なんだっけな、APS-C のやつですね。これはなんといっても軽さですよね。軽さ、めちゃくちゃ軽いっすね。スペックのこととかね、あの他の YouTuber さんが多分やってると思うんで、僕はあんまりこういうなんか機材のね、なんか重さだなんだとかっていうのはあんまり話はせず、なんかなんだろうな、使ってみてというか、なんかね、僕はその写真、どんな写真撮りたいかっていうの方が大事なのでまあ、なんだろうな、撮ってる人のモチベーションが上がればいいと思ってるんで、カメラってね。で、まあ、こういったカメラで、コンパクトデジタルカメラ、このやっぱ最大の魅力が僕的には2つあって、やっぱり軽さとあれですよね、小型軽量っていう感じですよね。やっぱこれ持ってると、 もちろんね疲れないし、で、まあ速射力で言うと、もうこれ電源ボタンがここにまあついてあるんですけど、ここにねついてて、押すとまあレンズが出てきてもう撮れるとっていう感じにはなってるんですけど、もうこれでまあポケットなんか閉まっててもう撮れると、もうここでもう撮れちゃうんですよね。こんな感じでもうパッシャ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 ね。だからこう自分がいいなと思った瞬間にもうポケットからパッて出してもう撮れちゃうっていう。そんで、まあこの軽さなんで、まあもう常にねポケットに入れてても苦にならないというか、もう全然ね自分の体力は全然奪われないっていう感じですよね。で、まあ APS-C センサーで、なんですけれども、写りも非常にいいので、まあね、僕の YouTube チャンネルの方でも何枚かね、スライドショーの方も GR でね作って、作例ちょっと上げているので、よかったらね見てみてください。やっぱね、このボディの軽さがやっぱすごいですよね。そしてやっぱもうボタンの配置とかも結構もうシンプルに考えられてるんで、僕はこの GR マニュアルモードで撮って、まあ露出パーッと合わせて撮ってるんですけどね、ボタンもシンプルだし、一応そのこのレンズ自体が 28mm かな、フルサイズで言うと、まあ、28mm ぐらいの距離感で撮るのが、まあ、なんか iPhone とね、まあ、距離感的には同じ感じで撮れるんですけど、一応クロップ機能もついてて 35mm とか、あと50だったかなっていうのもね、クロップして撮ったりもできるので、で僕個人的になんですけど、スナップ写真とか撮ってて、あんまりその後でトリミングするっていうのが実は好きじゃなくて、その時に感じた時の距離感で撮りたいなっていうのがね第一にあるので、あんまりね普段トリミングってしないんですよ。なんで結構まあクロップするとね画質落ちちゃうじゃないかってね思われる方もいらっしゃるんですけど、それよりもやっぱりその時に思った時のフィーリングというか、その時に感じたことをねうまく表現してあげたいなと思うので結構 GR 使ってる時もまあ 28mm でまあね一番いい画質で撮ってあげてっていうのもあるんですけど、やっぱその被写体によって、あ、ここ35の方がいいなとか50の方がいいなって思った時は結構クロップしてね撮ったりとか普段してますかね。まあね、これ自分のんじゃなしにちょっと買い物なんですけど、とてもいいカメラですね、これね、GR ね。結構、コンパクトデジカメって、僕、ね、それ前、自分で持ってたのね、ニコンのクールピックスかなもう持ってたんですけど、それももう10年ぐらい前で、ね、なんか久しぶりに、こういったコンパクトデジカメ持ってね、撮ってみるっていうね、結構面白かったですね。で、フラッシュとかもついてるんで、結構ね、夜とかもね、結構面白い写真撮れるかなっていう感じですね。で、もう電源入れてもすぐ撮れちゃうっていう。すごいっすよね、これ。めちゃくちゃ早いし、すごいいいです。まあ、僕はね、結構こういったスナップ写真とか撮るときとかね、本当にこれ、すごくいいかなと思います。やっぱでも、ただやっぱ人とかね、撮るとかってなると、やっぱ28とかってなってくると、これしかね、撮れないってなるとね、なかなか難しかったりするんですけども、本当になんかそのポケットの中にね、入れておいて、パシャって撮るようなね、旅行とかにね、なんかその友達とかと遊ぶ時とか本当にちょうどいいんじゃないかなと思いますよね。結構そのカメラマンのね巨匠の方とか使っててね、本当にいいカメラだなと思います。わーっとあれかな、まあコンパクトデジカメ、そして iPhone とねいうところで、あと言うと、なんだろうな、あとはデジタルカメラか、デジタル一眼レフカメラね、こういった感じね、これまあ僕のメイン機ね、仕事のメイン機で 1DX こういった感じのね、
まあ、大きいんですけど、もう僕もね、もうこれ重たさ正直慣れてるんで、あんまりね、苦にはならないっちゃならないんですけど、やっぱね、そのスナップ写真とかね、普段撮ってると、やっぱこれだけでも、何キロぐらいあるんだ ?2 キロ超えてんのかな、あるんですけど、やっぱね、ぶら下げて持ってると、やっぱね、疲れちゃったりとかは、確かに多少はしますよね。でもね、電源入れて、まあ、パシャッと撮れると。ね、やっぱシャッター音とかいいっすね、やっぱね、こういう感じでね。うん、こういったカメラね。で、まあ、2470が今、ついてるような感じかな、これでね。まあ、やっぱりこれ仕事で使うんだったら、やっぱこの瞬速な感じとか、あとはなんだろうな、もう 1DX 自体僕一回も壊したことないんで、やっぱもう絶対壊れないっていう安心とか、あとはね、こういったキヤノンの、まあ、L レンズとかのやっぱ写りとかはね、やっぱかなりね、まあ仕事行くんだったらもう間違いないかなっていう感じですね。成果物としてね、確実に残したいので、もう選択肢としてもこれしかないっていう感じですね。僕はもうキヤノンの 1DX 大好きなので、もうずっとこれ使ってる感じですね。もうメインでこれで、まあな、ほぼこれで撮っちゃいますかね。で、まあ、シーンによってはね、5D とか使ったりとかもしますけれども、もう、できる限りこの子で撮ってあげるって感じですね。もう、メンテナンスもね、結構やったりとかもしてるんですけれども、やっぱね、まあ、ファインダー覗いてね、やっぱ撮るっていうのがね、やっぱもう身に染みついてるんで、やっぱこれがね、一番やっぱ安心するかなっていう感じですね。で、まあ、このね、1DX やっぱり、ね、下もあるんで、縦グリップもね、もう元々からついてますから、まあ多少重いんですけれども、なのでスナップ撮るときは僕はまあ 5D をぶら下げていったりとかするかなっていう感じですね。まあたまにね、もう 1DX でスナップ撮ったりとか、近所散歩したりとか、友達とかね、遊ぶときとかもね、この子持ってって撮ったりとかもするんですけど、やっぱね、あとはその街でね、この大きさのカメラ持ってるとね、やっぱね、結構、なんだろうな、警戒されるというか、っていうのはありますよね。これもう首からぶら下げてるだけで、ね、あいつすげえなみたいな感じになっちゃうので、まあね、そういったその街に溶け込めないっていうのはちょっとあるかもしれないですけどね。まあでも僕、あんまり気にせず撮っちゃいますけど。やっぱね、ほんといいカメラですよね。やっぱね、ファインダーを覗いて撮るっていうのがやっぱり僕は好きかなと思うんですよね。やっぱ一眼レフいいなっていう感じですね。スナップでもいいし、仕事でももちろん使えるという感じで、僕はもうほぼほぼこのこと写真生活をしているような感じですね。で、あとはこういった感じかな。フィルムカメラね、フィルム。この動画でもね、このチャンネルでもね、何回か登場してますけど、こういった感じね。こんな感じ。フィルムのね、カメラ。見た目がね、やっぱね、可愛くていいですよね。可愛いって言っちゃっていいのかな。キヤノンのね、これ A1 っていうカメラですね。1900は、いつだったっけな、79年かなに発売されたカメラなんですけれども、で、キヤノンっていうのは、一回レンズのマウントが変わってるので、あ、一回じゃないか。何回か変わってるんですけど、劇的に変わったのが、この、FD レンズから、まあ、今のデジタルカメラのその EF レンズっていうのはね、まあ、進化したとっていう感じですよね。まあ、オートフォーカスにね、激特化したのが、まあ、EF で、まあ、こういったね、マニュアルのレンズだとっていう感じにはなるんですけれども、やっぱこれもね、ボディの重たさというか、やっぱね、安心しますよね、この大きさね。こういった感じ。ちょっとピント合わせてみるか、こんなね。な感じでね。片手でね、こう持てるっていうのがね、やっぱいいですね。縦で持ってもいいし、横で持ってもいいし、縦で、こういこう持って。このフットワークの軽さが何とも言えないですね。結構まあフィルムもね、今も販売しているので、まあ、たまに撮ったりするんですけど、まあ街並みのね、まあ、仕事でね、まあ、フィルム使うっていうのはもう滅多にないんですけど、やっぱね、スナップで撮ったりとかするとね、やっぱいいですよね、フィルムね。結構もう僕、モノクロが結構好きで、コダックのね、なんだったっけ、ウルトラマックスとか、ああ、ウルトラマックスじゃないか、あれ、ド忘れした。あれ、なんだっけ。あ、コダックのモノクロ。まあ、ド忘れしました。すいません。コダックのね、感度400ぐらいのモノクロをね、よく入れて撮ってますね。こんな感じでね。
いいですよね、見た目もね。あとまあ絞りもね、あの手動なんですよ、これね、これね、カリカリって言ってね、これ懐かしい感じしますよね。こんな感じでね、このボディでっていう感じで。でこれも自動巻きじゃなくて手巻きなんで、昔ながらの結構いい音がします、こういった感じで。あ、これフィルム入ってないんでご安心ください。おい、ひねって撮るみたいな、ひねって撮るみたいなね。ちょっと寄せとくか。今動画撮ってるのね 5D なんですけど、内蔵マイクなんですけど、どんな音で撮れてるのかな、こんな感じで。感じでね、感じで撮るんですけども、やっぱねフィルムっていいですよね。なんか一枚一枚、まあもちろんデジタルでもね一枚一枚大切に撮るんですけども、よりねなんかね、あの緊張感がありますよね、フィルムってね。やっぱ現像するまでの楽しみとかもあるしね、やっぱいいですよね、こういったカメラもね。結構写りもね、やっぱなんといってもねノスタルジックな写りをするし、やっぱね、デジタルに比べるとなんだろうな、やっぱラティチュードが広いというか、やっぱシャドウからハイライトのね表現性が非常に高くてね、すごい面白いですよね、このフィルムカメラってね。特にモノクロ撮ってると本当になんだろうな、ね、黒の中にもなんかちょっと黒があるみたいな、ちょっとね言葉がちょっと抽象的だけれども、なんか黒のねそのグラデーションとかもね、やっぱデジタルじゃ出せないであろう表現をしてくるんですよね。やっぱもうねフィルムも面白いかなと思いますよね。今ねざっと、なんだスマートフォンであったりとか、まあ、こういったコンパクトデジカメの GR とかね、あと一眼レフである 1DX とかもいろいろねお話ししてみたんですけれども、まあ各シーンによってねカメラって使い分けてもいいかなと思うんですけれども、まあ僕はやっぱり一番使うのは今のところ一眼レフカメラかなっていう感じですかね。やっぱもう 1D をメインで使って、まあ 5D をサブで使うという感じですね。でまあちょい撮りするときはまあちょっと借り物だけども、リコーの GR とかで持って行って撮るような感じですね。でまあこれからね、まあそのなんだろう、僕はねまだそのミラーレスっていうのをね持ってないんですけども、またこれからねちょっとミラーレスっていう選択肢も増えてくるとかってなってくるんですけども、できるだけね僕的にはね考え方的にはシンプルにしたくて、なのでもう 1DX 一本でねほぼほぼ仕事をこなしちゃってっていう感じですかね。またねちょっと動画とかもなってくると、やっぱりねあの今ね噂されてるね EOS のなんだったっけ、EOS R5 かとかってね、やっぱ気になるのは気になりますけども、まあ、それはそれで、まずはね、その写真表現っていうところがとても大切なので、ね、機械損失をしないためにも、普段から何かないかな、まあ、何か面白いことがないかとか、これ写真撮ったらどういうふうに写るんだろうとかっていうのは、やっぱり常には考えてますかね。まあ、写真撮らない日っていうのはね、もちろんあるんですけども、まあ、僕個人的には、写真、を、考えない日はないかなっていう感じですね。そこはやっぱりストイックというか結構無意識なんですよね、写真のことを考えるって。まあもちろんそのね、こういったガジェットっていうんですかね、まあこういったカメラたちっていうのもまあ好きではあるんですけれども、まあそこにね、これがないと撮れないとかっていうのはなんかちょっと言い訳っぽくなっちゃうので、自分が感じたものを、まあ、ストレートに伝えてくれると、そこにストレスがなく、まあ、うまく、レスポンスに応えてくれるカメラっていうのが、まあ、僕的にはねいいカメラなんじゃないかなと思います。なんかね、最近の流行りとしては、ね、小型軽量っていうのが流行ってきているので、まあね、その波にもね僕もちょっと乗りたいかなと思ってはいるんですけれども、まあ、今のところ結論ですね、まあ、僕は一眼レフがいいかな、一眼レフ、デジタル一眼レフカメラがね好きかなっていう感じですね。で皆さんねどんなお考えでしょうかね。なんかこういろんなね情報とかがね今たくさんあるので悩まれてる方とかいらっしゃるかなと思うんですけれども、僕はあのこのカメラが好きだなとか、私はこのカメラが好きだなとかっていうのとかってあったりとかしますかね。ぜひね、あの YouTube あの方ね、あのコメント欄とかの方もね、
あるので、ぜひね、あのコミュニケーション、私とねかあとはその写真好きな人ね、とかとね、ぜひ話し合いたいなと思いますので、ぜひぜひコメント欄の方もねご活用ください。ではね、ちょっとね、今日は、今回じゃ、今回はね、ちょっと雑談っぽい感じでね、まあちょっとカメラのいろんなね、種類についてね、ちょっとお話ししてみました。うん、ね、皆さんいろんな考え方あるかなと思うんですけどもね、ぜひね、動画の方いいなと思ったら、グッドボタンとか、あとは、合わせましてね、チャンネル登録の方もね、よかったらよろしくお願いいたします。ではね、皆さん、良いフォトライフをお過ごしください。フォトグラファーの本田圭太でした。じゃあね、バイバイ。